生が東京産名だったのが1996年、こちらです。一番多い時はですね、あの1年間に200〜230人がこの教室に来ていただいた。で、あの皆さんにお願いはですね、あのとは言いながら相変わらずその日本にいて、あの日本語がこれから必要になってくる、いや、あの分からないと、例えばお子さんが少しずつ大きくなって学校に行き、幼稚園に行く、学校に行き出すと学校の書き物というのは非常に難しい日本です。で、そういうのがその分からないとだんだんついていけなくなって、そうすると子どもさんが学校に行った時にどんなことが起こるのか、で、どういう心配をしなければいけないのか、で、1年間どういうことがあって、その親のサイクルと生活と子どもさんの学校での生活、どうやってこう折り合っていけばいいのか、それはその学校から来るいろんな書き物、それがそのちゃんと分からないと非常に困るわけです、実は。で、そういうことがこれからもあの相変わらず必要になっていくと思われるので、その頑張って日本語を勉強してください。それからそういうことがその周りの人にも絶対必要なので、周りにいるミャンマーの人で、あの日本語をやってみたいと思われる人がいたら、ぜひぜひ誘っていただいて、あの一緒に勉強していただくように。で、そういうことで今日曜日しかやってないですが、そういうことでもし必要であれば、例えば土曜日に考えるとか、あの他の日に考えるとか、いうこともあるかもしれませんが、あの今のところはそこまでちょっと余裕がないようですが、そういうことで改めて周りの人たちに呼びかけていただいて、あのぜひぜひ誘っていただくということを一つお願い。それからもう一つ今日はあのこれだけお見えになってますが、あとね、あのアイエオの先生、今今日あそこ福見先生、それからあとはそのアンコーラさん、どっかにいるよね、アンコーラと、それからイーミコさんがアイエオの先生だったんです。それからあともう一人、前田先生って男の人がアイエオの先生です。それから4級はですね、ここにいるメンバー以外にあと2人、川崎先生、少し背の低い先生と、それから吉尾先生、少し低い2人、全部で8人いてます。あと3級はですね、私とこの2人と、もう1人、あの元気のいい、菊池先生、実は原先生って言うんですが、原先生がもう1人、1級にいらっしゃるので、中では菊池先生、でも結婚しておられるので、実は原先生になってますが、あの菊池先生。2級はですね、今日は大木先生しか残念ながらお見えじゃないですが、あとは鈴木先生。ずーっと前からやっていただいている鈴木先生、それからあとそのケイ先生って女性、あの女の先生がケイ先生、今日ちょっとあの体調不良でお見えです。それからもう一人はあのこの中で一番若いかもしれない長門先生、今日はね、多分ね、昨日遅かったので寝坊して寝てると思いますから後できつく言っております。あとは一級の先生、今日あの皆さんお忙しくてお越しじゃないですか、一級の先生はずっと前からやっていられる原先生、それからあの田中先生、それから渡辺先生に、あと神谷先生、4人であの役の先生やってる、以上24名で何度かこの教室の、あのそうです、あの皆さん本当にあの体には気をつけて、日本の気候はだんだん暑くなってきたり、時々放射能が心配だったり、水が心配だったりするかもしれませんが、あの体に気をつけて何とか頑張りたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。どうも、これがどうも、ありがとうございます。
願いします。こんにちは。こんにちは。サンナーソーさんお願いします。先生たち今お腹空いてると思いました。私たち今一生懸命頑張って会社の言葉をちょっと聞いてもらいたいですのです。先生のたちのおかげで日本語がいろいろ勉強して、ね、話せるようになりました。一番感謝したい先生は西田先生です。今年も日本語教室が11年になって、日本語17年、はい、教室ができて、私たちが日本語が教え勉強する行けるところがあって、日本語上手になりました。それでとてもありがとうございます。2人目は長尾先生です。毎週日曜日にロッカーから荷物を出て教室をオープンして、それで皆様授業で日本語勉強して、それから夜、午後になったらみんな書類を全部集めてまたロッカーに片付けて、それは毎週長尾先生が私たちのためをするので、とてもありがとうございます。先生たちから日本語を勉強した日本語で仕事でも生活できるようになりまして、時々自分のメンマのこと、お聞きついたらそのお客さんに説明ができるようになりました。わかりました。はい、以上です。ありがとうございます。はい、サンナーソーさんありがとうございます。続きまして校長ソーさんよろしくお願いします。今日ミャンマーの制服を一緒にちゃんとしてきました。アルメミングラワミングラワ、私は2級に勉強したのジョーと申します。明日の朝ではないです。先生たちもお腹すいたと思うので、あと生徒たちもお腹すいたと思うので、長くしゃべるつもりですけど、日本語が下手くて数学さんもできないでしたから、短くしてだから短くします。でも自分が 話するのは立場だから自由でもいいかなとか思ったので、先生たちの役割でちゃんとやってくれて、私たち の生徒たちの本当に模範です。そして私も2級に勉強したんですけど、I will クラスに行っても4級に行っても3級に行っても私は新人と同じです。何もわからないです。今年の1月から私聞いたんですけど、話は少しできるけど書くとか何もできない。それで みんなにちょっと目を落としたと思うんですけど、すみませんでした。あと先生たちは私たち生徒たちに遅刻したり来ない方にその時に理解してくれて本当にありがとうございました。私はこの山の生活は山では1年経って西部から来ました。私は日本人を伺いしました。イスラエルのコミュニケーションは英語だけ喋るから、私は日本語全然面白いくないです。最初はでも私日本に来ていろいろ困って日本
英語は全然しゃべりはできませんで、だから私毎日悲しいで、だから日本語のミグランド語にこれから勉強します。天気は暑いでも寒いでも先生たちの気持ちを感謝します。これから私よろしくお願いします。ありがとうございます。終わりますように。
ち尽きてゆくように、違うきっと違う心が叫んでる、本当に良かった。